どうも N と申します。前回の続きでストレイプレイしていきたいと思います。前回はね、このアイテムのこれ壊れたトラッカーを見つけたところまで行って、でこの後ろにいるシーマスってやつからこの壊れたトラッカーを詳しい人に見せるんだって言われたんで、その詳しい人をとりあえず探していきましょう。てかね、このさ金庫の謎のパスワードってやつをさ解読してくれたなんかプログラミングのすごい人、まあすごいやつにとりあえず見せればいいんじゃないかなと思うんで、まずその場所を探すところから始めるわ。これだな、エリオットプログラミングだな。ああ、ここだ、ここだ、ここだ。ああ、ここだ、ここだ。ノック。こんにちは。あ、痛い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 。こんにちは。はい、どうしましたか。これを見せに来ました。わお、すごいトラッカーですね。トーヒマ BR2000 モデルです。これを使えば誰でもトラックがいけますよ。私も試していいですか。直し方はわかるのですが、こんなに震えているとキーボード使え、アル中かよ。病気か何かでしょうか。気分が悪いのは確かです。アルコールじゃないですかね。なんか瓶散らかってるし。こんなに震えている作業で毛布があれば震えが止まりトラッカーを直せるかもしれません。これ荒れちゃうんですか。このポンチョじゃないの。わあ、どこで見せ、すごいです。来た。食べさせてください。これあれだな。先に取っちゃってたんだな。ここで取るべきアイテムだったんだね。あら、素敵じゃん。もうグッバイ震えです。作業ができます。本当だよ。ありがとう。必ずあなたのトラッカーを直してみせます。でもロボットだから寒いとかないと思うんだけどな。まあいいや。そういうこと言っちゃいけないな。あ、来た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 。修理されたトラッカー。できました、おちびさん。探してる人をトラックできるといいですね。で、シーマスにまた見せるんかな多分。じゃあ、シーマスのとこ行こう。シーマス、あ、いたいたいた、シーマス来たよ。トラッカー直してくれる人見つかった？見つかったよ、直ったよ。ほら、直ったの、直ったんだね、すごい。こっちに持ってきて。どうしたどないした。ピングの反応があった。パパはまだ生きてるってこと？信じられないよ。トラッカーの指示に従う。パパが行った場所がわかるかも。いいね、やる気出てきたじゃん。こっち？これなんだっけ、これなんかやばいとこじゃなかったっけ。これ間違いない。パパは本当にスラムを出たんだ。そこは危険だけど、僕は真実を知る必要がある。やってみよう。おー、外ー。深い。え、シーマス来ないの？おお、バイオハザードみたいだ。あ、来た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 。あれ全部ザークの卵だ。きっと僕らを食べちゃうんだ。これ以上僕は進めないよ。君みたいに走れないよ。僕だけザークに捕まっちゃう。ほら、このバッジをつけて。パパが見たら君は仲間だって分かってくれるから。アウトサイダーバッジ。僕がドアを開けてあげるよ。行かないのか。そうか。じゃあ俺だけ行くか。おお、本当にあれだね。荒廃した世界って感じで、ラストオブアースみたいな。思い出す。見てください、この壁の大きさ。スラムとミッドタウンを分けるためのシンボルだったのです。なるほど。実際上層から下に向けてゴミを投げすぎたのです。なんてやつらだ。ああ、そういうこと。この壁ね。なんと本当だよね。恐ろしいよね。ワンピースのあれだね。なんだっけ。トラファルガーローのさ、名前が出てこない。デッドエンド。うわ、いるよー。あそこにいるよー。よし、じゃあ気合い入れていこうか。これってさ、ダメだった、ダメだった。懐中電灯関係なかった。こっち。いやー、もう、おーおー、死ぬ死ぬって。こっちを、こっち。なんもないんか。やばい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 、死ぬ死ぬ死ぬ死んだ死んだ。もう一回行くか。なんだよ、もう光に弱いって言ってたの誰だよ。全然嘘じゃねえか。光量が足りないってことだ。はい、こっち行く。飛ぶ。で、橋を渡る。ちょい。危ない。おお、降ってきた。飛べ急いで。友達と再会するまで死ねるか。ポンタが待ってるんだ。ポンタとジジが待って。ちょっと待ってちょっと待ってぐるぐる回ってるだけ。ちょっと、あ、渡したか。オッケーオッケー。ここまでは来れないだろ、バーカ。あれ、これ俺降りれなくね。あ、これか。鉄骨。よいしょ。お、トロッコ。おー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 、これはなんか操作。大丈夫？ちょっと大丈夫？頑張れ。もうやめてよ。かわいそうだよ。大丈夫ですか？ずいぶん深くに落ちてしまいました。本当ですね。ドックはこの辺りのはず。間もなくですね。なんだよ。ああ、足痛めちゃった。痛いね。頑張ろう。ポンタとジジのために。待ってるよ。忘れてたよ、ポンタとジジのことなんて。もう飛ぶ。ザークいないね。ザークじゃない、エドウムシ。飛ぶ。おいで。換気扇じゃない、なんだっけ。あ、室外機。うわ、いるっぽいな。いるくせえな。いないじゃん。で、どうすんだ？こっちか。お。ザークがいるじゃないか。もう気持ち悪いな。これあれかな？ここにドックがいるのかな？もうなんかぽいよね。ラボみたいなもんね。おうわー、ごめん。うわあ、ドックだ。ザークではない。誰だ？わしのバッジをつけてるじゃないか。どこで見つけた？わしの息子からもらったのか。ああ、シーマスめ、賢いやつめ。長い間ここに一人でいる。ディフラクサーのテストのためにここに。あ、武器だね。でもうまくいかなかった。家に戻りたい。泣きたいほど息子に会いたい。家の中は自由に見てくれ。だがどうやってこの場所から抜け出すか、わしには見当がつかない。はい。自由に見ます。思い出す。人間たちはこんな格好をしていました。彼らは小さくて音をたくさん立てながら走り回っていました。はい、思い出しました。それは子供たちです。子供たちがいるとストリートには活気が出ました。子育ては大変ですか？そうだね。子育ては大変だよ。マジで。大きな愛情を持って育てているよ、マジで。いいこと言うよ。どっかをシムさんいただくの、それも同じことでしょうか？同じ。同じだよ。同じだよ。人もロボットも。なんだろうな、めちゃめちゃ感情移入できたな、今のところ。これがあれか、リフラクサーか。あ、そのリフラクサーにお気をつけろ。フルチャージでザーグドムを紙吹雪のように吹き飛ばすことができるの。この赤ん坊を動作するには 1.21 ジゴワット。ジゴワット、え、ギガの上が何？ジゴってすごいよね。ジゴスパークのジゴでしょ。ここでそこまでの電流を構成するのは家の外にあるジェネレーターだけだ。起動しないな。ヒューズが飛んでいるようだ。修理するには外に出なければならない。だが外にはザーグどもがいて危険だ。わしは俊敏には動けん。だがお前ならやるだろう。お前がジェネレーターのところまで行ってヒューズを取り替えてくれれば、私がリフラクサーにチャージすることができる。こっちに来なさい。ヒューズの交換ね。オッケーオッケー。ジゴワットってすごくない？ジゴって何？聞いたことないんだけど。さあ、このヒューズを持っていきなさい。新品だ。はい、ヒューズ。ジェネレーター起動時に大きな音が出るから、ザークに見つかる可能性がある。お前がジェネレーターを鳴らしたら、私がリフラクサーにチャージをして、直ちに起動する。なるほど。このケーブルを辿っていって、ヒューズを取り替えるだけに、グッドラック。このケーブルを辿っていけばいいのね。辿っていけばいいっていうのとか、もうちょっと分かりやすくケーブルはわせてくれないかな。ああ、はい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 。ああ、違うのか。こっちか。ああ、これね。こんなとこにあったのね。アイテムを使う。これは、パスワードは何だったんだろうな、結局。ああ、でもあれ、ああ、そうか、やってないんだ、俺。ああ、そうだそうだ。お、来た。来たじゃん。あー、ほら来たじゃん。お、すごいじゃん。この光は俺が当たっても平気なの。ちょっとちゃんと援護して、援護して。ラチェット&クランクみたいな。っていうか、あの家に戻るんだよね、俺。いや、いいんだけどさ。ああ、いなくなってる。よし、こっちだった。ああ、ここだ。やったねー、やったねー、ドック。でかいさとジェネレーターが治った。ディフラクサーのパワーを見たかも。すごかった。これでここから脱出できるぞ。ちょっと待って、ディフラクサーをお前のドローンに、マジでドローンに装着できるかもしれない。ついた？おお、お前のドローンにバッチリインストールされたぞ。電源が切れるわけではないが、あまり使いすぎると故障するかもしれん。危険だということは忘れるな。なるほどね。レディバがレディアンに進化したわけね。どう照射するんだい？あ、来た、これか。L1 長押しで、ピャーだね。で、多分このメーターがなんか横にあるんだけどさ、これ。これが多分マックスにまで行くと故障するんだろうね。行きますかー。いやー、強い。強い。思った通りオーバーヒートだな。そうなったら少し冷やすといい。村に着くまでは持つだろう。お前息子と走り方似てるな。スイッチがつかない、電気が通っていないだろう。またそういう系か。ここじゃない？ここに入ればいいんじゃない？とりあえず。あ、で、これをだから、どかして、どか、あれ？どか、あれ？あ、引っかかっちゃった、これ。これをどかし、どっちだ？こっち。こっちでいいか。どかして、で、こうじゃない？この辺かな？ほら来た！うわぁ、いそう！ザーグいそう！これじゃない？多分。ガッチャン。うわぁ！あ、オーバーヒートしちゃった。おら！よし！危ねえ、怖っ。で、こっちを開けてあげればいいのかな、多分。あいったー！何してんの？ほら、急いで。急いで。オーバーヒートしちゃったよ！ちょっと。よし頼むぜ、道具。なんか手に帰るか。ほんと危なかったよ。と思ったんだけどさ、ロボットの息子ってどうやってできんの？やっぱ、おい、いくよ。これあれじゃん。あれ？そうだよね。ここだよね。来たー。シーマスだ。あー、やったねー。よかったねー。よかったねー、本当に。小さな友よ、ドックを救い出してくれてありがとう。シーマスがもう一人ではなくなり、ほっとしている。さあ、これでザークたちを倒す準備を整った。モモが下水道で待っている。オッケー。ドックもシーマスも嬉しそうですね。私たちいいことしましたね。ちょっと待って。下水道行く前に、あれやろう。プログラミングじゃない、金庫。まずバーに行こう。これ1283。あれ？金庫あった、こっちか。1283。やった。あ、楽譜かい。楽譜か。じゃあ渡すか、せっかくだから。はい、楽譜持ってきたよ。読めない楽譜。俺、これ楽譜これで7枚かな。あと1枚だったっけ。あと1枚か。いやー、今はいいかな。合流する。モモがボートで君を待っている。ここで必要なことをすべて終わらせたら、そこへ向かいなさい。君が行ったらドアを閉めてしまうから、ザークが入ってこないようにね。そう言われると楽譜探したいな。ずるいな。そう言われると楽譜探したくなっちゃうな。はーい、楽譜持ってきたよー。はい。あ、これで最後の楽譜だ。本当にありがとう、ちめさん。まあね。Google 先生に聞けば大体わかるからね。おー、ミュージックバッチ。さて、最後の曲はどんな曲かな。あ、トロフィー手に入れた。小さなダンス。クールだね、これ見てよ。よし、じゃあ行こっか。あー、危ねえ、危ねえ、危ねえ。うわっ。閉められたー。あー、いた、もう。おーい。うっす。うっすうっす。本部と会話。準備ができたらボードに乗ってここを脱出しよう。分かった。こうやって何があんの。きったね。きったね、ここ。よし、行こっか。どこを見つけて、リフラクサーを手に入れたなんて信じられない。今度は、バルタイザーを探しに行こう。アドバイザーみたいだな。下水道。桃と会話。なんとか隙間緩いところだな。本当だね。本当だよね。特にすることがないんだね。行き止まりだ。ゲートの開け方がわからないな。向こう側見てきてくれないか。オッケー。多分これでしょ。ほらね。あ、はい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 。こっちで。あれも卵ですか。でかいんですけど。うわー、動いてる。うわー、さっきまで白かったじゃん。動いてんよ。絶対孵化するじゃん、これ。ああ、そういうこと。あそこにスイッチがあるのね。うわあ！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 オッケー。絶対帰るんでしょ、これ。おい。帰んないのかい。一緒だと何も怖くないよ。俺は結構怖いぜ。俺は結構怖いぜ。だってアウトサイダーバッジつけてるじゃん。あ、ミュージックバッジつけてる。うわ、これはちょっと嬉しいな。あ、いる。左上にいる。ギアと思うか。ああ、次銃声かな。うん、会話。古い機械は全部壊れてる。手動で開けるしかなさそうだね。手動。これを。結構でかいぜ、これ。多分楽勝で5トンとかあるでしょ。あ、いけるもん、いけるもんだね。だし、結構早いね。どうした。ああ、ドアの下をくぐるんだ。ごめんごめん。了解了解。君と一緒に行けないよ。でも、絶対に諦めないから。君がバルタイザーとクレメンタインに出会ったら僕は勇敢だったと伝えてね。え、死ぬん？もも死ぬん？おーい。え、もも今フラグ立ったよ。大丈夫？よいしょ。おー、なんか、綺麗だぞ。わあ、もうやだな。だい卵飼えるじゃんこれ。いるし、わあいるわー、いないけど、うわー、ちょっと出しとこう。赤く光ってんだよね。ああほら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 、待ち伏せ作戦。あ、これ強いじゃん。あ、これ強いじゃん。俺の周りを照らす。俺の周りを照らす。やばい、これは必勝法だわ、これ。あー。欠点はあれだな。今自分がどこにいるのかよくわからなくなる。やばい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 。つい、おくしゃー。あ、これは強い。いやー、近い。つば飛んじゃった。あ、ごめんね。多分こっちなんだろうな。多分これはただのライトで、これだ。うおーいっぱいいるー。いや、もう無視していこう。こっちだろ。ふざけんなよ。やー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 。あーあー、どここっちか、ここ。いい、ちょっと待って。おお多いって多いって。ここない。あー怖っ、危ねえ。もうすぐショートするから、これ無限にブイーンってできたらいいんだけどな。どうせ出るんでしょこれ。ちょっと待って、それは聞いてない。うわぁごめん、調子乗りすぎた。今度はちょっと慎重に行くよ。こうね、ちょっと近寄らないようにしようね。でドアロックを開く。開かへんね。反対側にもあると。え、何あれ、目気持ち悪い。目じゃん。あ、うわー、気持ち悪い。うわー、こっちみんなよ。おー、なんですかー。ちょい。やべ。ダメだった。このまままっすぐ行く。よし。開いた。いけるこれで。で開けるんですよ。いや、あー、また目が、何これ。いや次に爪研ぎしてる場合ちゃうで。ういダメか。うわー、でかいよー。ちょっと待ってよ。これ、でっかくね。あんま近寄らない方がいいって。うわー。いっぱい来た、いっぱい来た。ああ、やばい、囲まれた。やばい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 、ショートするよ。お前やりゃできんじゃん。ああ、ショートしちゃった。ああああ、やばいやばいやばい。あ、そういうことね。はいはい、逃げろと。あ、じゃあとことか歩いてればいいじゃないの。オートランじゃないのね。 R には自分で押し続けないといけない。うわー、めっちゃ来るめっちゃ来る。うわー、めっちゃ来る。これどっちどっちどっち、こっちこっちだな。信じるぞ、信じるよ。こっちでしょ、信じるよ。制作者がひねくれてないことを信じるよ。俺はこっちでしょ。あー、こっちか。ちょっと来た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 。右、左、右、あー、上、あー、危ない。おー、間に合う間に合う間に合う。おい、いや、頑張れば入るから君たち。あ、壊れちゃったねえ。あ、壊れちゃった。あ、できてる。あ、よかった。そこは暗くて孤独で、またネットワークの中に戻されたのかと思いました。でもあなたが助けてくれました。ありがとうございます。あれほどのパワーを引き出すのは私のコアにとって負担が大きかったようです。そうだね、やればできるじゃんとか言ってごめん。リフラクサーは完全に、ああ、壊れちゃったの。気をつけましょう。分かった、壊れちゃったんか。困ったな。換気システムは、あ、止まった。よし、行こう。おお、ちょっと明るい。とりあえずここまでにしようかな、今回は。なんかもうホラー寄りだったね。結構ホラー寄りだった。ということで、次回また続きからプレイしていきます。ここまで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。初めて言ったな、こういうの。じゃあねー。あ、ごめん。ごめん、ごめん、ごめん。ごめん。ごめんって。ごめんよ。ごめん、結構いい手だった？あー、わりかしサボってんね。え、君は？あー、わりかし揃ってんね。ごめんごめん。